はい、えー、お疲れ様でございます。FTX Japan こちらの方がですね、出勤を再開できるメドを まあ本年中にしたいということで、えー、報じていたのが NHK に取り上げられております。これ21日のことですけども、まあ出勤ができない理由については、親会社である FTX と同じシステムになっているからなんだということですけども、おそらくですね、これは FTX の本社が世界中の FTX の子会社の資産も自分のものだというふうなね、主張をしてるからではないかなと思います。まあでもね、独立して FTX ジャパンっていうのが、あ顧客からお金を預かって、 日本の厳しい、え、金融庁の規制のもと動いてますんで、資産をね、保全してるところがあるわけなんですよ。まあでも、これは逆に、え、本社の方からすれば、日本の そういったプールしている資産はどうしてもこっちに引き込みたいっていうところなのかなと思うわけなんですけどもね。まあこれは想像しているところなんですけども。え、記事はこのように続いています。FTX は19日グループ企業がグローバルに保有している資産の調査を開始すると発表したと。利害関係者の補填に向けて回収可能な資産価値の最大化を目指すと説明している。まあこれは当然ですよね。うん、それからこういうふうに記事はね、えー、締められているんですけども、FTX は今後数週間の優先事項として FTX ジャパンら子会社の売却資本再 その他の戦略的取引を検討する方針を表明しているつまりは検討する方針ですよね今年以内に何かね新しいアクションをするというよりも今年は考えておくよってことなのかなというふうに記事は読み取れます。まあ、そのの FTX から始まっったあいろんな状態ってのはね、えー まあ、限定的ではありますけども、暗号通貨市場をかなり揺るがしているものになります。まあ、リーマンショックという風な例え方をされますけども、まあ、リーマンショックってのは結局ね、そこから回復して、それ以上の成長を見せたっていう経緯がありますんで、もしリーマンショックに例えるんでしたら、もしかしたら今、FTX ショックってのは、もしかしたらね、暗号通貨、買い込みのチャンスかもしれません。安値買いでトライできるのか、それとも、 このまま調落してもう暗号通貨には人が目を向けなくなっているのか注目ということでございます。では記事の方を概要欄からご覧ください。